オカルト部イエイ、はい、ということで今回もですね、私が最近ハマっているシャレにならない怖い話という2チャンネルの書き込みから、一つ紹介したいなと思っております。はい、今回、紹介するお話は菅の毛坂というお話でございます。菅の毛っていう言葉にどういう意味が含まれているのかっていうのもね、ちょっと分かりますので、ぜひお楽しみにお願いいたします。今年の2月に起きた本当の話。今大学4年で就職も決まり、学校生活も落ち着いてきたので、車の免許を取るべく免許合宿に行ったんだ。俺の地元は近畿なんだが、合宿場所は中国地方。そこで地元が同じである4人の大学生と仲良くなった。話をしているうち、免許合宿が終わったらどこかにドライブに行こうという話になった。無事免許を取得することができ、後日ドライブの日程を決めようということで解散した。その後 LINE で連絡を取り合い日程を決めたが、その日親の車を使えるのは俺だけだった。他の4人は住んでいるところが近いため、どこかで集合し原付で俺の家まで来ることになったそうだ。一人アルバイトが遅くまであったので、深夜1時に俺の家に到着するというプランだった。ここからは聞いた話になる。4人は12時に集合し、全員原付で出発したそうだ。夜中だということもあり、車も少なく快適なドライブだったらしい。4人横並びで交差点で信号待ちをしている時に、信号が変わるとともに一斉に走り出し、どれだけ次の信号に引っかからず行くことができるかというレースのような状態になった。レースに夢中になり、ふと気づくと1人いなくなっていたらしい。3人で今来た道を戻ると、原付を脇に止めて困り果ててるのを発見した。調子が悪くて動かなくなったそうだ。素人4人だったが、なんとかまたエンジンをかけることができた。1人の調子が悪いのでレースは控えてゆっくり行こうという話になり、そいつの後ろに3人がついていく陣形で走っていた。先ほど原付が故障したやつも何の問題もなく走っていたため、またレースが始まってしまった。気づくとまたさっきの1人がいなくなっていた。また故障かと思い、3人はまた戻ったそうだ。すると原付がまた脇に止めてあった。ああまたかと思ったが、今度は乗っていた本人がいなかった。どうしたのかと3人は原付を止めて辺りを探すこと10分。彼が見つからなかったため、途方に暮れていた時、脇の田んぼから携帯の着信音がしたらしい。この時1時を少し過ぎており、俺が電話したのが行方不明の彼だった。3人は着信音に驚き、街灯の少ない田んぼの方に恐る恐る歩いていったらしい。するとそこに行方不明だった1人がいた。その時の彼の様子は、まるで恐ろしいものでも見たように目を見開き、涙を流し失禁していた。口も開いたまま泥だらけになり、田んぼの真ん中ら辺で突っ立っていたそうだ。見つけた3人は焦って呼びかけたが、まるで反応がなかった。全員が田んぼに入り、泥だらけになりながら何とか彼を引き上げた。ここで俺に別の1人から電話が入り、お風呂と着替えを用意しといてほしいということと、ドライブは中止だということを言われた。俺は事情がわからないまま言われた通りに待っていた。結局2時過ぎに4人は3台の原付でやってきた。彼の原付は置いてきたそうだ。上着で無理やり運転者と彼を縛りつけていた。まだ放心していた1人を4人がかりで風呂に入れ、ジャージを着せた。その頃には徐々に回復しており、なんとか喋るくらいにはなっていた。彼の話では、突然また原付が故障し、脇に止めてみんなが戻ってくるのを待っていると、道の向こう側で女の人が忽然と現れて手招きをしていたそうだ。話しかけても決して返事はなく、ただ手招きをしてたという。そこからの記憶がないとのことだった。俺らは震えながら話す彼に何も声をかけることができず、その晩は俺の家に泊まり、明日車で彼の原付を取りに行こうということだけ決めて寝ることにした。3人はすぐ眠りにつき、彼も意外とスッと眠り、いつの間にか俺も寝ていた。これが3時くらいだと思う。4時頃誰かに話しかけられて起こされた。話しているのは彼だった。俺もう帰らないといけない、俺帰らないと、そう言っていた。
あんなことがあったため驚いたが、しきりに帰りたがるので俺は全員を起こして彼を説得しようとした。全員で引き止めたが、彼は帰らないととしか言わなかった。結局拉致が開かず、不安ではあったが家に着いたら必ず電話するようにと念を押して、一人が原付を貸して彼を帰らせた。すごく不安だったが、およそ1時間後に電話が入り、無事家に着いたと連絡が来た。原付も自分のものと途中で乗り換えたのだという。俺らは心の底から安堵し、いつの間にかまた眠ってしまった。朝10時過ぎ、電話で起こされた。彼からの連絡だったので嫌な予感がしたが、出ると女性の声だった。電話してきたのは彼の母親で、泣きじゃくりながら彼が死んだと言っていた。朝彼の原付があったので帰ってきたのかと思い、部屋に入ると死んでいたそうだ。驚いてみんなを起こし、教わった住所にすぐさま親の車で向かった。家に着くと警察がおり、彼の母親が中に入れてくれようとしたが警察に止められた。昨晩一緒にいた旨を伝えると、余計見せることはできないと言われた。母親とも引き離され、意味がわからないまま外で待っていると、警察署に来てほしいと言われた。結局パトカーと俺の車に分けられて警察署に連れて行かれた。運転は警官がしてくれた。取調室のようなところに4人座らされ待っていると、中年の男性が写真を持って入ってきてこう言った。相当衝撃を受けるかもしれない。怖い人は見なくていい。そして写真を見せられた。全員が思わず見てしまったが、本当に見ていた全員が驚きのあまり立ち上がった。写真には仰向けになり、天井に手を突き出したまま死んでいる彼の姿が映っていた。目は見開き涙を流し、口からは血が混じったよだれが垂れていた。手は限界まで開いており、血の気が引いて真っ白だった。中年の刑事がすぐにポケットに写真を戻して彼の様子を説明してくれた。写真ではわからなかったが、彼は尿も便も漏らしており、白目も真っ赤なほど充血していた。死後硬直では考えられないほど手と腕が硬直し、肩が上から無理やり引っ張られたように両方抜けていたという。一番覚えていることが、肩が抜けているのになぜ手が天井を向いたままなのか全くわからないとつぶやいていたことだ。俺らは震えながら昨日のことを話した。俺らの話が終わると一言、田んぼの場所と初めに彼の原付の調子が悪くなった場所はどこかということだけ聞いてきた。昨晩彼と一緒だったうちの一人が地図で場所を教えると、男性はそこかとつぶやいた。その後簡単な調書のようなものを取られ、それぞれ家に返された。原付も警察が回収してくれたようだった。後日代表して俺が父親と彼の両親に話をしに行った。向こうの両親も警察から事情を聞いていたらしく、ただ静かに泣いているだけだった。結局司法解剖は彼の両親が拒否したので、彼の死因は心筋梗塞だということになった。後日彼の葬式があり、父親と友人と参列した。焼香するために彼の家の前まで来ると、棺桶がなかった。そのまま焼香を終えたが、あの時帰らさなければという後悔がすごくあり、何としても彼に謝りたかったので、思い切って彼の両親に聞いてみた。すると彼の棺桶は祭壇の裏にあるのだという。会わせてほしいとお願いするも断られた。無礼だとは思ったが、お願いし続けるとしぶしぶ了承してくれた。葬式が終わるまで無理だと言われたため、終わるまで全員で待っていた。やがて式が終わり、彼の両親に言われ行ってみると、そこには棺桶ではなく箱があった。高さ2メートルほどで、横も2メートルほど。両開きの扉が側面についていた。装飾も一切なく、ただの木の箱に見えた。俺らが立ち尽くしていると、彼の両親が、私たちでも見るのがつらい、見る覚悟がある方だけ息子を見てやってくださいと言った。正直足が震えていたが、嫌な予感がしつつも、俺は両開きの扉を開けた。予想通り彼はあの写真のままの姿でそこにいた。手を突き出し、おそらくまぶたを閉じることができなかったのか、目の部分には白い布がかぶせてあった。思わずひっと声が出て、
引きつけを起こしそうになった。俺の父親を含め全員が見たが、みんな同じような反応をしており、中には腰が抜けて立てなくなる者もいた。全員が見終わって彼に謝った後、彼の両親が事情を説明してくれた。腕を下げるにも肩が外れているため、両腕を肩から切断するしかなかった。まぶたもまるで皮膚がそこだけなくなったかのようになっており、閉じることができなかったという。俺らは彼の両親に謝った。彼の両親は、あなたたちのせいじゃないとずっと言ってくれたが、俺らはただ謝ることしかできなかった。その後泣きながら父親に連れられて家に帰った。父親が帰りながら車内でふと、警察で中年の男性がしたのと同じ質問をしてきた。地図で説明していたのを聞いたので、大体の場所を言うと、父親もそこかとつぶやいた。その場では聞く気になれず、その日はそこで会話が終わった。彼の四十九日が終わり、父親に葬式の日のことを聞いてみた。父親は話半分で聞いてくれとの前置きをして教えてくれた。俺の祖父が父親に話したことだそうだ。おそらく彼の原付が初めに故障したのは神の毛坂と呼ばれているところだろう。今では神の毛と名まっているが、昔は神桶坂と呼ばれていた。少なくとも祖父が子供の頃はそうだった。当時棺桶を作る仕事は身分の低い人がする仕事だったそうだ。そのため棺桶一つの値段も安く、ひもじい生活をしていたそうだ。また差別もあり、かなり虐げられていたらしい。そんな仕事で唯一儲かるのが特注品だった。例えば規制のものに入らない巨棺であるとか、何らかの事情で規制の棺桶に入れられないケースに特注品を作るんだそうだ。特注品の話を聞き、合点が言った。棺桶に入らないほどの巨棺など、そうそういるものではない。父親は続けた。手招きをしていたのが女性であった点も思い当たる節があるという。祖父が子供の頃、棺桶を作るのがとても上手な器用な女性がいたらしい。その評判は周囲に広まり、気づくと特注品の注文は全てその女性のところに行ったそうだ。既製品はある程度作り置きをしているが、特注品は死後注文が入って死体が腐る前にすぐ用意しなくてはならない。その女性は特注品であれど、注文が入れば必ず次の日には棺桶を作り上げた。見た目もただの箱ではなく、装飾もちゃんとついており、とても一晩で作り上げたとは思えない出来だったそうだ。ちょうどその頃不審死が相次ぎ、彼女はそれらの注文を全てこなしたという。しかし最終的に特注品の注文が彼女のところにしか来なくなり、どんどん私腹を肥やしていく彼女は、他の棺桶屋や周囲の農民からも疎まれ、最後は若くして惨殺されたそうだ。大勢に農具や工具で原型をとどめないほど無残に殺され、田畑の肥やしにされたらしい。父親はここからは自分の予想だという。おそらく彼が田んぼの中で硬直していたのもそのせいではないか。手招きをしていた女性は殺された人ではと考えすぎだと思うし、祖父の作り話かもしれない。ここまでの話は知っている人もいるだろうが、ここからの話は祖父からしか聞いたことがないと父親は続けた。例の女性が殺された後、殺した棺桶屋たちが彼女の家に押し入ったそうだ。どうして特注品があんな短期間で作れるのか、特殊な道具、方法でもあるんじゃないかと探したらしい。すると家には作りかけの特注品の棺桶と見たこともない祭壇があったそうだ。特注品といえど亡くなり方は様々なため、一つ一つの大きさ、形が違うにもかかわらず、彼女が特注品を先に作っているのを全員が不審に思ったそうだ。そんな最中、不審死が起こった。棺桶屋たちはもしやと思い、彼女の作りかけの棺桶を見に行くと、寸分たがわずぴったりだったらしい。もしかすると彼女が特注品の注文をもらえるよう、何らかの方法、呪いで不審死を引き起こしていたのかもしれない。またそれが今回俺の亡くなった友人にたまたま降りかかったのではないだろうかと言って口を閉ざした。亡くなった彼の両親は地元の人じゃないので、この話は知らないだろうし、友人にも話していない。ただもう自分で溜め込んでおくのが辛くて、ここに書き込みをさせてもらいました。長文乱文打文を長々とすいません。あの時引き止めておけばと今でも思うのですが、正直怖かった。体も冷たく、
瞬きもせずに帰りたいという彼から離れたかった。本当に申し訳ない。読んでくれた方ありがとう。ということで菅野家坂を紹介いたしました。菅野家坂っていうのは、菅桶坂だったっていうことですね。亡くなってしまった彼が見たのは、殺されてしまった女性なんじゃないかっていうのを、お父さんがお話ししていましたけど、その女性がどうしてこう特注品の棺桶を作ることができたのか、見たこともない祭壇だって言っていましたけど、どんな祭壇だったんだろうっていうのをすごい気になりました。それでですね、菅野家坂についてちょっと調べてみたんですけど、今こうパーッと調べたところ、実際に私の携帯には出てこなかったんですよ。後々のスレッドをたどっていくと、大阪の南の方にある竹畑ダムっていうところの近くにある坂であるっていうことを書き込まれていたんですね。オカルト部でも一回竹畑トンネルとか行ってますから、ぜひ皆さんの感想もコメントの方によろしくお願いします。以上になります。ありがとうございました。今誰か喋りました？こそこそ話です。本当に北東の方角に立ってたって話ですね。何だ？お化けマンション。それはだから、なるほど、あれか。でもね、やっぱ一番はその女性がどうしてその彼を、なんていうの、向こう側の世界にこう連れて行ってしまったのかっていうのもね、どうしてその一人だったのかっていうのもすごい興味深いですね。もしかしたらその一人だけその女性に気づいたから連れて行かれてしまったのかとかね。